こんにちは。もう挨拶しろよ。こんにちは。今回は新人研修を終えた新人4人に来てもらいました。おお。お願いします。いいね。元気がいいね。ということでまずは最初に、新人研修を終えてどうだったかを一人ずつ聞いていきたいと思います。じゃあ怪獣からいきます。新加入の浮田健生です。新人研修を終えて、3日間ハードなスケジュールだったんですけど、今一度プロになるということを、厳しい世界に入るということをしっかり自覚できた、いい3日間になりました。はい。おー、いいね。はい、次書いて最後の仕事。うわ、戻ります。はい、28番真鍋光です。新人研修を終えてやっぱりプロの価値っていうのを再確認できて、とてもいい3日間になりました。ありがとうございます。デノハイズから昇格しました伊藤亮生です。新人研修を終えてとても濃い時間になりました。人として成長した時間でもありましたし、チェアマンの話であった傾聴力とか主体性っていう部分を持ってこれから、チームで頑張っていこうと思います。以上です。なんかすげえ難しい言葉だった。よっしゃ、最後に最後にじゃねえ、最後よ。まだ締めないけど、はい、よし、じゃあ行こう。海流、はい、27番の国本亮です。今回の新人研修で学んだことは、プロとして、自覚を持って行動することと、いろいろな、危険とかリスクとかそういうのにどうやって対処していくかっていうのを学びました。怪獣に聞きたいんですけど、はい、今まで大学生という立場からだってあって、プロとして今1ヶ月半過ごして、なんか環境の違いであったり、この1ヶ月半で何か変わったこととかあったら、はい、教えてほしいです。ありがとうございます。一番大きく大学生活で変わったのは、本当に毎日、大学生だと朝授業とかあって、いろんな活動があってから練習に、行くんですけど、プロになって本当に、1日全部をサッカーその2時間っていう練習の短い時間に捧げることができるっていうのが、一番の違いで、あとは、小野田のお店や、街を歩いてても、サポーターの方だったりに、声をかけていただいてるっていうのが、はい、嘘つくな。そうですね、お店とかもうあったありました。すげえじゃん。いや、みんなといる時ずっと一緒にいるんですけど、見たことないです。やめて、それめっちゃダサい。でも、これ使おう。これ使おう。お店っていうか、嘘ついた。キララとか、ひふみとか、サンパークとかに、みんなといるときに、頑張ってくださいみたいな。それみんなってこと、個人ではないです。一人で歩いててはまだない。全然それはないです。あ、それでも、みんなといるときに、かけられても、今までこういうのなかったなっていうのはあるんで、そういうところで。嬉しいですね、本当に。ありがたいです。もっと、顔と名前を覚えてもらえるように練習、結果で頑張っていきたいと思います。以上です。じゃあ続いて寮生に聞きましょう。はい。初のユース上がりとして、今後自分が、どう
何を聞くの先生、意見して明日のユース上がりの選手ということで、まあ、ユースから初めて上がった唯一の選手ということで、今1ヶ月の生活を終えてみてどうですか。そうだね、いいじゃん。まあ、ユース上がり初としてはいろいろアカデミー代表として、まあ、自覚と責任を持っていかないといけないんですけど、まあ、その中でも、まあ、もっと自分らしさ出していって、まあ、厳しい世界に入ったんで、まあ、これからもっと頑張っていかないといけないと思います。以上です。いやいや、カット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 。カット。続いてレオに聞きます。何についてですか。カズヤさんについてです。はい、まあ、自分家に泊まることになって、もうあのタイ行くまで自分家に泊まることになって、で、まあ、そこで一緒にご飯とか連れてってもらって、まあ、サッカーのこと以外のことをもうたくさん教えてもらって、まあ、どうやって、まあ、自己ブランディングの大切さとか、それを SNS でどう発信していくかっていうのいうことの大切さを和也さんから特に学んで、まあ、そこは自分もやっていきたいなっていうのを思いました。はい、出していこう。出していきます。和也さんに教えてもらったんで、もうそれは存分に出していきたいと思います。感謝、感謝します。普段はちゃんと言わないですけど、感謝してます。伝えよう。伝えます。動画越しに伝えよう。行こう。カズさん、あのいつもあのいろいろ教えてくれてありがとうございます。本当にカズさんには感謝 してます。これからもよろしくお願いします。ということで今回は終わりです。続きまして、はい、池上キャプテンへの質問コーナーです。ではまず自分から、ジョージ君、ジョージ君、自分自身の考える一番のチャームポイントはどこですか。これさ、そんな聞いてどうするの。自分のチャームポイントとか言える。言えないだろ。今のは鋭すぎました。だろ。すいません、こんな急に言われて。何チャームポイントって。じゃあ、いきます。今年からキャプテンということで、キャプテンとして一番大事にしていることは何ですか。まあ今までやったことないから難しいんだけど、本当にチームが一つになるように、バラバラにならないように僕はやっていきたいです。はい、この大卒2人にちょっと聞きたいんですけど、大学でキャプテンだったということで、ちょっとアドバイスをいただけたら嬉しいです。まあ、自分から言えるようなことではないんですけど、まあ、自分の経験上チームのことを考えすぎて、なかなか自分がうまくいかないという時期もあったんで、まあ、そんな時は、まあ、チームのことをまあ最優先すると思うんですけど、一人で抱え込みすぎずに、チームメイトにたくさん、頼ってくれたら自分たちも嬉しいです。あ、すっげえいいこと聞けた。何かあったら会場に聞くわ。はい、教えてな。光に聞こう。まあ、アドバイスできるような立場じゃないですけど、まあ、僕も大学最後キャプテンをやってて、まあ、自分自身一番その大事にしてたのは、まあ、後輩が試合にたくさん出てたんで、まあ、後輩たちにやりやすい環境を与えてあげたりっていうのは少し意識してやってたんで、まあ、ジョージ君も全然若いんですけど、まあ、今年で自分たち後輩に優しくしてもらってるんで、かなり助かってます。おお。簡単な質問になるんですけど、まあオフの過ごし方を教えてください。犬の散歩でーす。
犬の種類は犬の種類を。じゃあ当てて。何だと思う？俺が一緒に散歩してそうな犬種。当てて。チワワ。違います。トイプードル。おお。なんでお前に当てられない？早い。早いっすか？早いよ。そこでなんかおもろい犬種言われへんか。ちょっとあれですね。ブルドッグとか。俺ブルドッグ好きやで。ね、可愛いよ。だけどちょっと俺は嫌だね。いや嫌ではない。